マスオ TV でーす。はい、皆さん新年いかがお過ごしでしょうか。お家でゆっくりされている方、今日も仕事だよという方、お買い物行っちゃってもう福袋ワクワクっていうね方もねいらっしゃるとは思うんですが、はい、僕はですね、まあいつもと変わらずお家でね動画を撮って、このようにね皆さんに動画を公開しております。で、今日はねもうね決意表明的なね、まあ動画です。よくあるじゃないですか、 YouTuber さん、今年1年丸々しますとかね、うん、何万人登録者いきますとかね、あと今年1年丸々を禁止しますみたいなね、結構ねあの YouTuber さんいますけど、やっぱりね僕もねちょっとしたまあ決意表明しようかなと思いました。まあというのもね、正直ね毎年ね僕動画で今年の目標はこれですみたいなね動画を出していたんですよね。去年は出さなかったかもしれないけど、ただねそれこういう目標を立てましたっていうのはあったんだけど、割とね僕の目標ね達成しないことが多かったのよ。もう口先人間になっちゃってたわけだから、こういう状態でさ、まあまた2023年目標立てますって言ってもね、まあしょうがないなと思って、今年はね目標じゃなくてもう具体的に今年はこれをしますっていうのをね、まあ立てたんですよ。はい、ということでね、まあそれをね、こう動画で公開して皆さんにね、こう宣言することで、僕にもプレッシャーがかかるし、やっぱり責任感が生まれてくるじゃないですか。っていうね、そういう効果も狙って今日はこういう動画をアップロードしてるのよ。しかもね、今年のね、その僕が絶対毎日こういうのやりますっていうのをね、うん、動画にはあまり関係ないのね。うん、視聴者の皆さんにもね、なかなかね、目に届きにくいことをするから、どうなんだろうっていう感じなんだけど、まあ僕の中では結構大きいのね、それが。はい、ということで、まあね、何をするのか、ね、実際に発表したいと思います。私マスオ、2023年は、毎日日記を書きまーす。おぉ、日記ってね思った方いるんじゃないですか。あくまで日記です。ブログじゃないですよ。ブログじゃなくて日記なんですよ。よし、で、なんでね、まあ日記を書こうと思ったのかっていうところもね、まあね、お話できたらいいんですけど、なんかね、2022年もそうだし、2021年もそうなんだけど、僕ね、結構ね、頭の中、まあ、YouTuber になってから、頭の中ね、いつもごっちゃんごっちゃんしてるのね。なんか、だいたい毎日さ、あ、メイン動画何々しなきゃな、編集何々しなきゃなとかさ、ゲームチャンネルどういう動画出そうかな、編集しなきゃな、みたいな、そういうね、こう、やらなきゃいけないこととかが、いつも頭の中にこう、あるんですよ。結婚前、一人暮らしの時は、正直、それでごちゃごちゃだけど、なんとかこなしていたのね。うん、そのやらなきゃいけないことはこういうことをやるぞ、みたいなのは。こなしていたんだけど、それに結婚っていうね夫婦生活もあるし、あとね子供もね生まれたりとか、あとね昨今のねこう YouTuber っていうねたくさん出てきて、なかなかね難しい時代になってきてるじゃないですか。でそういうのも含めるとね、なんかね頭の中パンクしそうになるんだよね。うん、もうなんかね思考がうまくまとまんないっていうか、思考が停止、うん、考えられないみたいな、結構ねアップアップしちゃうことが多かったのよ。で、これを解決する手立ては何かないかなと思いまして、日記を書くことに、ね、しました。なんかさ、やっぱり頭の中であるだけだと、何か思いついてもすぐ忘れちゃうし、で、頭の中整理できてないから、いろんなことがごっちゃごっちゃになっちゃって、頭の中整理できなくて、で、なかなか前にも進まないしっていうね、ことがたくさんあると思うんだけど、まあ日記を書くことによって、まあ今日あったこととか、今日感じたこととか、あ、こういうの面白いなって思ったことを、まあちゃんとね、記録にして、で、そういうのを、こう、ね、後から見返して、あ、そういえばこういうことあったからこういうふうにしようとかね。なんか、そういうふうに頭がね、すっきりするんじゃないかなと思って、まあ日記をね、書くことにしました。まあ日記って言っても、普通にね、iPhone とかのね、メモに、まあ今日はこんな感じだったみたいなね。の書こうと思っているんだけど、まあ、昨日も一応書きました。ね、そのま、日記の内容自体は、まあ、基本的には家族とのね、関連のこと、仕事関連のこと、健康関連のことみたいな。まあ、一応3項目をポンポンポンってこう日記
まあ内容はね、あの濃い日もあるし薄い日もあると思うんですけど、そういうのを今のところはね書こうと思っています。正直その書きながらね、どういう風に日記書いたらいいかっていうのはね、ブラッシュアップしながらまあやっていくつもりなんですけど、はい、日記をね書きたいと思います。でね、これがねブログじゃないんだよね、日記なんだよね。まあ日記だとさ、プライベートなこともいろいろ書けるじゃないですか。でブログってなっちゃうとやっぱりね、皆さんに見せる用の動画、あ、じゃないや、あのね、あの文字になっちゃうんで、だから僕がさ、リアルにちょっとなんか皆さんにはご紹介できないけど感じたこととかさ、なんか具体的なこういうところ行ったとか、そういうことさ、ブログだとなかなか書けなくなっちゃうから、だからまあ日記にしましたね。ね、結構ね365日そういう日記とか書くのってね大変なんですよ。僕ね、あのカナダのバンクーバーに1年間留学行ってた時あったんだけど、その時は365日毎日ブログを書いてたんです。まあ皆さんにもね見える形でブログを書いてて、でそれはね結構良かったんだよね。だからそういう風にまあ毎日とりあえず書いて頭の中をすっきりさせつつね、よりこうなんか能動的になんかいい人生を送りたいなと思って、まあ今年はブログを始める、あ、ブログじゃないわ、日記を始めることにしました。やっぱさ、部活の強豪校とかさ、あとは仕事でもそうだけどさ、日誌とかで大体書いてるじゃないですか。ただね、 YouTuber ってまあ動画が日誌になってるからそれでいいやなんて思ってたんですけど、やっぱりそれとね文字で書くのはやっぱり違うなと、皆さんにねお見せするものと自分が思ってるこう記録するのは違うなと思って、はい、日記を書くことにしましたね。いや、そのブログじゃなくて日記見れないんだったらね、宣言しなくてもあんま変わんねえじゃねえかなとね、皆さん思いそうですよね。僕だったら思いそうだもん。ただそのまあ日記の中でまあこれは皆さんにもねご紹介したいなって思うようなものは、もしかしたらこれから僕ブログ作るかもしれないし、もしくはねツイッターとかで皆さんにね、あのこんなことありましたね、マスオの日記からの抜粋ですみたいな形でね、まあご紹介するかもしれないので、あのぜひね、あのそういう風にね、あのみんなにシェアするときは、ね、ぜひ見ていただいて楽しんでいただけたらなと思います。もう今年の目標はね、あのまずはこれ、まあ、これ、うん、まあ、それ以外にもこうしたいなっていうのはもちろんありますよ。あのダイエット、もう今ね、今人生最大体重なの、うん、やばいでしょ、まあ、太っちゃったもんね、これ年末年始でね。ってことでダイエットしたいなとかね、あとはねちょっと服装、あの動画出るにあたってもう少し服装を気使おうとか、まあ、やりたいことリストみたいなね、まあ、目標100個みたいな、そういうその iPhone のさメモ帳だからさ、いくらでもこうトピあの作れるじゃないですか。だからその日記とはまた別のところにそれを書いて、まあ、実行するように、まあ、行動していくっていうね風に、まあ、今年は過ごしていきたいなと思います。どうでした？なんかあ、そんなことを頑張るんだってね思った？じゃあもうちょっと皆さんにね視覚的にね 見えるものをお届けしたかったんだけど、まあ、まあ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 ってことでね、皆さんね、まあメモとしてもねこの日記は使えると思うんで、ぜひね皆さんねコメント欄とかでもね、マスオさんこんなことしてほしいとか、僕にね新たな気づきを与えるような、そういうねあの書き込みもぜひよろしくお願いいたします。まあこれもね全て皆さんにね動画で楽しんでいただけるような、そういうコンテンツを作るためのね、まあ今年の目標ですから、はい、頑張ります。あ、なんか見せれる記事っていうか、そういう風になってったらいいけどね、うん、ちょっと分かんないですけど、はい、ということで皆さん今年のねマスオの決意表明、最後までご視聴いただいてありがとうございました。ちょっとね緩い動画なんですけど、まあ新年ということでお許しください。ということで今日も最後までご視聴ありがとうございました。またねー。以上マスオ TV でした。バイバーイ。あ、ちなみにねちょっとあざとい感じ出そうかなと思ってね、クマのねこういうの着てみた。どう？バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。Twitter、Instagram もやってますので、ぜひフォローよろしくお願いします。